皆さん、頑張りしちゃんさん、ありがとうございます。よし、土曜日。やすくんさん、かいとさん、あ、やすくんさん、あすさん、天も八さん、りょうちさん、青森からさん、ありさん、ちゅうちゅうさん、はねうまさん、なつさん、きなこさん、ありがとうございます。はい、ということで、フルスコメさん、イーズ、頑張りしんちゃんさん、イークメさん、イーズ、きなこさん、ありがとうございます。どちらも初めてだね。ありがとう。ありがとうございます。みんなおはよう。アニさん、ファイト、ありがとう。クマありがとう。たい焼きもありがとう。やすくんさん、たい焼きありがとう。おはよう。たい焼きありがとう。親方さんもたい焼きありがとう。今日はね、そうです、フラワーフェスティバルです。おはよう。楽しみですね。そう、声ラジとしてラジのメンバーとして出演させていただきます。よろしくお願いします。よいしょ。そうだよ、まあぴちゃんがフラワー。みんなは好きな花とかある？自分の好きな花の種類とか、ね、花言葉とか。ひまわりが好きなんだ。いいね。アジサイ、アジサイはね、浮気らしいけんね、気をつけんよ。お、白爪草ね。あー、綺麗だよね。なんかこう、この冠とか、腕の、ね、輪っかとかにね、作ったりすることが多いですね。あ、ピアノがな、ウィー、嬉しい。スイレンね、スイレンね、いいよね。おー、ひまわりやっぱかわいいね。朝顔ね。あ、今日はチューリップにしておくんだ。日によって変わるのね。朝顔もね、好きな花のお話。バラが好きです。同じだ、同じだ、嬉しい。コスモスか。コスモスは私の誕生日の時期ですね。うん、
アジサイは送ってこんでよ。私はね、そう、ついこの間もね、そういう話したね。ピンクのバラと赤いバラが好きです。うん。彼岸花で私一回手を切ったことがあるんですよ。そう、で、手を切るって思うじゃん。なんか彼岸花のなんか細いじゃん、彼岸花って。それを触ったらなんかね、手がね切れたんです。まあ、赤なので花言葉のね、ちょっと悲しい感じなんですけど、悲しい思い出とか諦めとか独立とか、ね、そういう系です。うん、くるくるはね、花言葉を調べて選んでるんですね。でもそれが本当に好きそうだったので、そうだと思いますよ。マチさん、マチのありがとう。クリケイさんもマチのありがとう。さゆきありがとう。うん、広島の花、パンジーとかかな。広島の花って出てくるかな。広島の花といえばツツジ。難しいね。結構ね、なんかそのボタンとかさ、ヘア踊り結構咲いてるじゃん。そういうイメージが私にはあるかもしれない。うん、白いヒガンバナね。ヒガンバナ、ヒガンバナ、ヒガンバナね。私も確かに見たことないかもしれない。あ、モミジね。そうだね。うん。それ木だな。植物になるけど木になるね。ヒバンガナ。うん。強竹と。へえ。どうなんだ。大石さんという経理方。うん、ひろしさんもありがとう。おはよう。撮影したことある？すごいいいなぁ、いいな、いいなぁ。なんかさ、母の日にさカーネーション送るじゃん。でね、感謝を伝える花言葉っていうので調べて出てきたんだけど、本当にカーネーションって色によっても母への気持ちに変わるらしいんですけど、そう、なんて言ったら出てくるかな。カーネーション色別のね、
赤色のカーネーションが母への愛とか愛を信じるとかそういう系ね。濃い赤色っていうのがそれが欲望や心の悲しみとか、ちょっと花言葉だけを考えるとネガティブに捉えられてしまうんだって。茶色に近い濃い赤色のカーネーションとかだと、マイケルさん、犬になってるんだけど久しぶり、わーお、やっほー、デイファイン元気、あーはーちょっと一曲歌おうかね、おはよう、すごい犬になってたよ私本当にね、久しぶりだね、タワールのね、お礼をねしたいと思います。マイケルさんのアバターがね、犬なので、待っても犬になってみた、マイケルさんはこれかな、ちょっとね、いろんなタワーがあるので、あのいろんな絵にしていきたいと思いますよいしょ、ちょっと可愛い感じ、綺麗、すごいたくさんのたい焼きデッキあり、よいしょ、こんな中にいるはず、部屋にね、どっかにいるよし、ありました、アリスの白ウサギさんタワー、じゃあちょっとそれのね、お礼をさせていただきたいと思います。焼きありがとう、たくさん、マイケルさんもめちゃめちゃたくさんのたい焼きありがとうございます、 Thank you、 ちょっとね、よいしょ、あわあわ、あれ白ウサギどこ行った、あったあったあった、めちゃめちゃたくさんたい焼きありがとうございます、わーい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 、
きかきもね。よいしょ。あらら、バタバタしちゃって。ちょっと待って、曲選ぶね。マイケルさん、アボカドチャンネル見てくださった？歌おうかしらね。じゃあアボカドじゃねえしを歌っていきたいと思います。いきます。朝なのでね、あれかもしれない。歌います。マイケルさん、天気ありがとう。リツイート、配信のリツイートとか天気ありがとうございます。ありがとうございます。なんて言ったらいいかな、 DMM 配信のアーカイブで、ナッピーズアボカドじゃねえし、June8に披露したけん、そのぜひ見てね。で、その感想とかコメントとかを、まあ、Twitter とか、Please English OK? Yeah? なんとかいけるかも。Thank you! こちらこそ本当にありがとう。ありがとう。ということで、ちょっとね、こちらのタワーの、はい、絵のお礼をね。マイケルさん、ありがとうございます。Okay? あんた誰ってどうした急に。my name is Nappy. Thank you for coming my showroom. 私の名前はオロクズナーです。ショールームに来てくださってありがとうございます。ぜひこちゃんフォローボタンポチッと押してね。ハートボタン押してね。ハートボタンをピンクにしてね。いやーありがとう、見てくださるのね。13歳です。中学2年生です。こちらフォローボタンポチッとよろしくお願いします。そう、イベントのやつ、イヤホンありがとう。めちゃめちゃすごい、めっちゃたくさんの
たい焼き本当にありがとうございます。ずっとね言葉が出ないんだけど、たくさんのたい焼き本当にありがとうございます。食べきれないよ、満腹ありがとう。本当だね、たい焼きで画面がね、はい、ありがとうございます。たくさんだ、もうタワーなので、またお礼をさせていただきます。うん、ありがとう。ほぼね、たい焼きで今埋まってるのですありがとう。ということで、そろそろね終わりたいと思います。今日はね、ちょっと短い時間だったんですけど、すごいね、いい天気になりましたね、フラワーフェスティバル。皆さん、ぜひ本日もよろしくお願いします。待ってるよん。はーい、ではよいしょ、最後は、配信はあるのかな。ということで、皆さんバイバーイ、ありがとうございました。 See you、 バイバイ、 See you next time、 ありがとう。